します。はい、20分やりますが、本当にゆっくりいきます。現地を歩くような速度でやります。で、先にステップの方からいきますが、どのくらいのペースかというと、まず呼吸法とか全く意識しないでください。こちら2台置いてるのは右足、左足1個ずつ使っていただいて大丈夫です。ペースはですね、1、2、3ぐらいです。では行きましょうか。はい、せーの、1。北原さんもゆっくり動かしますね。ゆっくりです。時速 1.2 キロ。すっごいゆっくりですけど、多分現地4000メートル歩いてるのはこれぐらいだと思います。下がってきてる、ふわーっとする感じはありますか。少し3少し進みますね。4 1、ゆっくりだです。3 4 1 2 3 4 1。座骨神経痛で私は踏み台昇降じゃなくても こういう状態です。腕の数字見てみましょうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これは楽みたい。酸素分圧は 12.3% です。楽みたいです、少し。こちらは多分楽だと思います。楽なんだね、あんまり下がんない。もうちょっと早くして、早くします。傾斜は、うん、傾斜はね、なるんですよ。もうちょっと早い方がリアルなのかな。登るたびに楽なんだよ。早いより傾斜がついた方がリアル。あ、そうなんですか。2、3、なんか深呼吸すると上がってくる。まだいいですよ、深呼吸しなくて。あ、しない方がいいってことですか。はい、今もう普通にする。あ、普通、あ、そうか、深呼吸しちゃったよ。はい、しないで味わうってことが大事ですもんね。まずはその、ボワーそうです、そうです。まずあの、無意識で。これ、リマの空港に着いた時の感じなんですよね。ぼーっとします。しますね。そうなんだ。では、そろそろ呼吸の意識していきましょうか。先ほどのようにあの今70前半までお二人下がっています。呼吸の意識をしていただいて数字を上げていきましょうか。まずはご自身のやり方でちょっとやってみてくださいね。なんかリズムも取りなくなってきてる。普通に申告しちゃっていいんですか。大丈夫です。ちょっと足を元気に上げてみるか。上がりました。あ、下がってきた。はい、でここであんまり数字上がらないですよね、うん、はい、
構注意点があります。3ペースが速くなるから頑張ってくださいね。3 4高木さん足を上げるとすごい下がる、はい、運動をしているときは運動のリズムに合わせないといけないですね。さっき安静にしているときはゆっくりとした呼吸でもよかったんです。で運動すると体が必要としている酸素の量が増えます、うん、ってことは呼吸も変えてあげないと体に酸素入ってこないんですね。なのでどうすればいいかというと運動のリズムに合わせて呼吸していきます。じゃあワンパターンをお伝えしますね。例えば吸って吐いて吸って吸って吸って吐く吸って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 、ちょっと上がってきた。上がってきた。すごい。例えばウォーキングだったらゆっくり吸って吸って吐いて吐いてでもいい。87とかある。全然違うな。ちょっと楽なんだけど。ちょっと昼丸っぽいのがあると思います。あ、本当。ちょっと感じな、どうしたらいいかな。11。これならいくよ。数字は上がってます。上がってます。さっきどこまで下がってます？71とか、うん、R まで下がりました。はいはい、うん、でもあまり感じないです今。ちょっとしびれるかなというと、心血でしびれてるのか。綺麗になった感じはあんまりないですか？ありますね。ありますか？うん。今、郷さんは今80まだ。78ですね。なるほど。高橋さんも今80ですね。さっき70前半ですけど。気分はどうですか？いいです。いける。気分はいい。こういう風にやって、測っております。撮影終わり。